者は。はい。元気ですか。はい。懐かしい。20年前。はい。すいません。唯一ここで給食作って食べた学校、普通の学校だったら持ってきて、はい、こういう感じでこっちの方で作ってて、こんにちは、いつも子供たちのお仕事ありがとうございます。今4月の献立検討会してました。僕も食べてます、はいはい、涙さん、小学校の時給食何が好きでしたか。僕ですか、はい、揚げパン、揚げパン来週揚げパンあるんですけど、いらっしゃいますか。はい。子供たちに勇気を与えに来たつもりが、逆に僕が勇気もらって、昔の頃も思い出すことができて、本当になんか今幸せな気持ちです。はい。